隠された思い果たしてみせる。いる限り天水の地は渡さない。なかなかの槍の使い手と見える。いざこの超死竜がお相手に立つ。
将軍。心配ご無用。必ずや倒してみせます。いや。あの者、捕らえましょう。承知した。いいですか。あの脅威の血を生かしてもらえるのです。この強迫薬、立ち下がる敵は全て倒す。他の城に注意を促そう。相当の知恵者だ。警戒するようみんなに伝えなければ。頑張ったな聖剤。けどあんまり無理すんなよ。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。
伝令、脅威が今度は南岸城へ進軍を開始しました。司令、今度こそ奴らに制圧される前に私が。これならどうだ。小さい我が希望の星よ。待っては仕方ない。せめてバジュン殿の退路は確保しなければ。何、安定も南安も陥落しただと。俺は退却する。お前たちは足止めをせよ。突撃。天聖を攻めることされましょう。一気に制圧してしまいましょう。はっはっ。たやすく脅威を疑うのか。はい、彼あれほど奮闘しているのに。あの脅威ってやつなんか気の毒だぜ。職ならあんな思いしないだろうにな。あなた方の敗因は一つ、脅威。これ以上の脅威が脅威がどうした。まさか集め天水の職に売る気か。これで脅威は孤立しました。突撃。職に説得に向かいましょう。突撃。追いつかれたか。奴のせいで俺はこのような目に。情けない人。それを繋ぐ誰も従えることがない。さすがです。その調子でお願いします。あなたを追いた。白状に。
撃。なぜ私をもてあそぶような戦を、これ以上生き恥を、さあ首を打て。
礼しました。ですがこうでもしないとあなたと話せませんでした。今日共に行きましょう。私はあなたの英知が欲しい。ようやく諸葛亮殿の意図が分かった。脅威、その武勇も見事。ぜひ私たちの仲間として戦ってほしい。黙れ、人を陥れて何が共にだ。私は義の将だ。その義の将たちはあなたを置いて逃げた。悲しい思いをさせてしまったのだな。だがそれもそなたを求める一心ゆえ、お願いだ。どうか私たちと共に仁の世を目指してほしい。不思議だ。あなたの言葉は私の心を溶かす。あなたたちの陣へ案内してください。